こんにちは、ゆうです。バズドラのおさんです。はい、今日はね、久しぶりにサンリオコラボが、復刻したということで、この動画にちょっとね、いつ出てるかわかんないんですけど、ちょっとね、僕もね、交換所解説っていうのもね、はい、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、サンリオコラボはね、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、決め台詞ね、これ。サンリオコラボが久しぶりの復刻なんで、2年ぐらい前かな ?2 年、2、3年え ?1 年 ?2 年前ぐらいの復刻なんで、おそらく、最近パズドラ始められた方もいらっしゃると思うので、そこの方に向けて、ちょっとね、そこの方でも、そこのそうじゃない方にも、ね、攻略やランク上げ、周回、この3つぐらいにね、トータル、このキャラはちょっと交換しておいた方がいいんじゃないかとか、サンリオコラボじゃないと、ゲットできない。ちょっとキャラもいるので、はい、性能のキャラもいるので、そちらを解説してきたいと思います。はい。それではね、ゲーム画面移します。はい、こちらが交換所ですね。交換所。はい、まだこのアカウント、亀丸って昔ね、名前をちょっと迷ってて、もう亀飼ってるし、無課金したバカが、柴犬丸って名前でやってるんで、はい、亀も飼ってたんで、飼ってた、そうですね、亀尾って言うんですけど、じゃあ亀丸にしようかなと思って、はい。と思ったら、呪術のメカ丸とちょっと被ってましたね。そういえば柴犬丸も被ってるんか、はい。そうですね、はい。交換所ね、今ちょっとメダル、もう、サンリオのキャラをちょっと交換してるんで、ちょっと僕割愛させていただきたいんですけど、じゃあまずこれ行きましょうか。これ黒メダルに余裕がある方向けですね、完全に。はい。全体性補えるので、目覚め以外。はい。黒メダルに余裕があって、はい。とりあえず交換しておこうっていう方向けですね。こちら、無課金や微課金で、黒メダルは、ちょっと温存しときたい派の方にとっては、いらないというか、はい。無理して交換する必要はないのかなと思います。ただ、その3色以上同時攻撃ダメージの激減攻撃力が24倍。回復の2コンボ以上で回復力が4倍。5コンボ加算。で、5コンボ加算っていうのがね、すごく、やっぱりね、他色においてコンボ加算の、やっぱ、リーダーが、ガチャドライが今のところ、今、撮影日時点11月7日なんですけど、はい。5コンボもね、片方で加算してくれる、リーダーがいるかと言われればそんなにいないので、はい、本当に回復の2コンボ以上作りつつっていう条件はあるものの、十分ね、黒メダルで、しかも無料で、ね、ゲットできるという分では、一種破格だと思います。で、そして、他色に余裕がある方、いらっしゃいましたら、マーベルコラボで、おそらくマシンタイプ付与とか、出るので、はい、ガチャドラのね、耐性に困ってる方、ガチャドラは毎回人ループして、なんぼなんですけど、はい、そこで、ちょっと耐性は死んでしまう、耐性は、下3つの耐性はちょっといらなくなるかもしれないんですけど、はい。多色に限らず何かの置物にしといたら、はい、枠があればね、はい、全部補ってくれるので、はい。いたらね、交換してもらってもいいんじゃないかと思います。はい。それでは、ここからが、星8やったっけ?はい。星7ですね。星7の、交換所解説としてまいりたいと思います。はい。個人的にも替えの効かない第1位は、はい。闇の大魔女、ハローキティですね。はい。こちらは絶対に交換しておいた方がいいと思います。個人的に。僕、柴犬丸でも実際無理して交換しました。2体で交換できる方は2体交換できた方が、いいですね。はい。サバカ持ってらっしゃる方は、メインとサバカの1体ずつで十分だと思います。はい。その理由がですね、リーダースキルが、ダンジョン潜入時にリーダーの時、卵ドロップ率が少し上昇。で、マルチプレイジャー無効なんですけど、で、ドロップを消すと、高低50万ダメージなんですよね。これが、実質そうですね、周回枠に、よくあるじゃないですか、今回で言えば、サンリオで言えば、このサンリオキャラクターズの、はい、初級、中級、上級ってあるんですけど、真ん中、今初級じゃ無理なのかな?初級はちょっとね、だいぶ暖房盛らないと無理なところもあるんですけど、はい。中級だとね、孤立をリーダーにして、例えばですね、こんなアシストもりもりで、ちょっと
放題っていうんですか、僕はもうこれあんまいじってないんですけど、ここは、はい、これでポチポチで卵ドロップ率も上がりつつ、上がることによってその初級中級上級ってあるんですけど、それを真ん中のくらいに下げられて、しかもポチポチでドロップ率を上げるっていうことで、実質上級並みのねドロップ率、下手したら上級以上のドロップ率でメダル集めや、はい、メダル集め、素材集めなのができるので、こちらはね絶対に交換しといた方がいいですね。もうほんまにこれは絶対交換しといた方がいいと思います。はい、今回がサンリオコラボが初めてだという方はね、本当に、はい、一体を持っといて損はないです、間違いなく。はい、そしてですね、個人的にね、今回周回面において、もう本当にね、パズドラにおいて素材集めというのはもう切っても切り離せないものなので、はい、こちらも第1位とさせていただきました。闇の大魔女ね、はい、ハローキティ。続いてですが、ランク上げ部門で言うとまた違ったものがあって、ランク上げ育成部門で言うとこちらですね、はい、光の大魔女ハローキティですね。はい、まずランク経験値、だけにおけるものであれば、ランクサレーネシルビアだと 1.8 倍ですか、 1.8 倍に落ちる、 1.6 倍になるものの、はい、こちらにその分入手コインもつくので、はい、コインリーダーとか持ってお持ちでない方、持ってらっしゃらない方は、コインに倍率かかる、そしてパズパスに入ってらっしゃる方はコイン経験値男女、何万コインの日とかあるじゃないですか。忘れたんですけど、どの数字か。そして、その時に、こいつをリーダーにしてあげることによってね、お正月ガネーシャが今のところ一番コイン倍率高いのかな。そこで持ってらっしゃらない方は、こちらをリーダーにすることによって、コインをね、本当にね、ビビったるもんなんですけど、今、コインの獲得方法はいろいろあるんですけど、それでもコイン不足だという方は、はい。何もコインリーダー持ってない方、あとはランクリーダー持ってらっしゃらない方は、こちら交換するのも全然ありですね。はい。そして、こちら見ましょうか。はい。聴覚生がね、聴覚生でも、暖房漏れるということで、はい。暖房漏れるということは、獲得経験値も、入手コインも、上がるということなんで、はい。それはすごくね、デフォルトでしかも暖房2個持ってるんで、はい。リーダーにすることによって、サレーナ暖房1個なんですよね、デフォルトで持ってるの。こっちは直接込みで3個付与できるので、実質 1.8 倍、ソロでやる場合、マルチでやる場合は反映されないんですけど、ソロでやる場合に関しては実質暖房が1個何パーやったかちょっと忘れたんですけど、はい。1.6 倍ではないね。そんなに差はないのかなっていう感じですね、はい。そして、こちらにハローキティ、こちらなんですけど、今出てるんですけど、実は僕サンリオのシバリマルのガチャでも言ったんですけど、実はこれが極連を周回できる非常に優秀なキャラでして、今回こちらなんですけど、実際にね、後で周回画面はお見せします。はい、今回ね、以前はね、育成枠が1つしか枠が割けない、5体必要だったんかな、リラフレ合わせて、はい、で、サブにも。そちらが、なんと、スキルターンがね、縮まったことによって、はい。4体で良くなったんですよね。はい。やったかな忘れた。久しぶりにね、僕もサレーネキティ使うんで、はい。それで、今回はね、このサレーネ、光の大魔女キティを、ランク上げ、また育成部門としては、トップですね、こちらが。はい。で、次に、攻略部門なんですが、周回部門もう一回行っときましょうか、次。はい。周回部門でおすすめなのが、こちらですね、妖精の大魔女ハローキティですね。はい。妖精の大魔女ハローキティ。こちらはね、上段変身、リーダーなんですけど、上段横1列を水に。で、下限、下段横2列を、あ、じゃあ、上段横2列を水に。下段、滑舌直せて、下段2列を回復に変化。で、一旦のダメージを激減で、ウィッチのザキティに変身ということなんですよね。で、こちらが変身後のリーダースキルが、消せないドロップと覚醒無効全回復しつつ、ドロップを開始し、上段横2列を変化。変身型のね、まあ、言うたら簡単な芝ドラみたいな感じですね。で、それにロック解除が変身で上限解放ができない分、
6回で、じゃ変身で、上限解放ができない分、6回以上がついたっていう分、ものですね。はい。で、リーダースキルがね、水を10個以上つなげて消すと、ダメージを激減、攻撃力が9倍、固定300万ダメージ、スキル使用時4倍ってなっております。で、そちらでね、4体ね、並べたら、はい、順にループもできるので、フレンドさんに1体お借りしたとして、自前で3体用意できれば、はい、簡単なところだとね、すぐ周回できるので、はい、水の列も圧縮されていますし、超つなげしもされてるので、変身キャラとしてはね、もう十分余裕でカンストしますね。はい、これだけで。あとはそうですね、水の超つなげしリーダーに、中に入れるのも、サブにお困りの方だと、ノルダキティ1体ぐらいね、入れてもね、消せないドロップと覚醒無効状態を回復しつつ、上段2列なんで、はい、そちらは全然優秀だと思います、本当に。妥協案には多少なるかもしれないですけど、ロック解除できるのと、やっぱ消せないと覚醒無効を一緒にしつつ、2列作るっていうのはすごく差別化できるので、はい。その分潜在がね、ちょっと乏しいんですけどね。はい。で、続きましてですね、はい、あれか、攻略部門行きましょうか。こちらですね、攻略部門で言うと、こちらですね、なんていうの森奥の大魔女ハローキティか、実質アルジェキティなんですけど、ちょっと待って、水。はい。こちらはね、一度ね、本当にね、環境トップを取ったことがあるんですよ。そうですね、裏ゼロチャレンジか、裏のゼロチャレンジの時、僕メインアカウントずっとゼロつけてるんですけど、裏のね、ゼロチャレンジの時、あとコマキティ、コマさんと組み合わせて、生放送見てくださった方ご存知だと思うんですけど、まずね、一旦なんでダメージを無効化っていうのをされるんです。して変身なんですけど、変身後がね、指、覚醒が、バインドで封印で指延長2個で雲耐性が付与されて浮遊もついてて、あと5色攻撃強化の圧縮版が1つとガードブレイクでスキルが一旦の間ダメージ無効貫通、自分のダメージ上限値が40億になる、ロックを解除し盤面を5色変換ですね。はい。でリーダースキルが5色同時攻撃でダメージの激減、攻撃強化40倍、固定1ダメージで5コンボ加算、ドロップを消した時回復力15倍の HP を回復ということになってますね。はい。こちらがね、一時期ゼロを攻略したときは、こちらをリーダーフレで、リーダーフレやったかな?リーダーフレで、真ん中にカイドウを入れるっていうのが、主流だったんですけど、はい。それがですね、まあ、潜在はね、ちょっと6枠っていうので、どうしてもね、遅延が触れて4、で、リーダー遅延耐性を振ってしまうと、もうそれだけで終わりで遅延くらう恐れがあるんですけど、それは間に余っても、まあ、多色好きな方からしたら、こちらはね、すごく優秀なんですよね。やっぱりね、もう昨今のその HP 事情で、回復力15倍の HP を回復っていうリーダースキルの回復は実質もうないに乏しいかもしれないんですけど、それでもね、自分で、自前で雲耐性を持ってたり、あと、浮遊も持ってることによって、このダメージ無効上限解放の40億っていうのが、超重力化でも結構、ね、アシストで、4色攻撃強化や5色攻撃強化持ってあげると、十分可能なんじゃないかなと。そして、やっぱりね、3ターンで使える、無効貫通が多色において、もう本当にね、有用で、はい。こちらをね、悪魔回復なんで、こちらをね、マーベルでもうね、新しいキャラ、新キャラでマシンキラーが付与されるという、発表されてるんで、こちらをね、つけて、アルジェキティを、キー光枠として、ダメージ、あれか、ガチドラとか、環境トップの、リーダーの多色で言うと、こちらに入れてもいいですし、こちらですね、大魔女の師匠ハローキティ、こちらもね、はい。悪魔タイプに倍率がかかるので、はい、こちらの、木枠に困ってらっしゃる方とかも3両だけで完結できるので、はい、十分ね、そしてダメージ上限回、無効貫通潜在に頼らない無効貫通が発揮できるので、もう上限解放だけつけといたらもうね、みんなバーンってね、その上限解放された分くらダメージ与えれるっていうので、はい、優秀だと思います。そしてですね、その、大魔女ハローキティの、その、回復力が、もったいないの、リーダーとかフレンドで使う分に関して、やっぱりここの回復力15倍っていうのが、やっぱも、
心もとないので、それを補うのにおすすめなのがこちらなんですよね。あのドゥルガハロウィンドゥルガーが今回あの直前にあのハロウィンガチャがあったんですけど、ハロウィンドゥルガーがね、あの小学生でスキルチャージをつけれて、はい、で、あの多色で使う分に関して今時だともうループするのは当たり前なんで、はい、それをしていくと、あの実質はそのハロウィンドゥルガーによって5ターン内で HP を 30% 回復、自動回復も合わせつつ、その大魔女ハローキティ、あのアルジキティを使うその15倍回復の回復力とパンってそのねプラスされるんで、結構それは回復するんですよね。こっちはあの組み合わせなんですけど、その素の HP の 30% 回復とあとそのアルジキティの回復15倍と組み合わせたら、こちらの編成でもね、合計 HP が33万6万だいたい3変身して、3万5千ぐらいか、これでも1万ぐらい回復したんで、はい、まあね、フレンドリーダー枠がそのコマさんなんですけど、はい、全くこれ HP に倍率かかっておりません。はい、回復したんでこちらと組み合わせるとまたね強いというので、はい、そうですね、そんな感じですかね。まあ今時ちょっとリーダーでね、ちょっと心もとないんですけど、はい、他色が好きで、やっぱりそのキティちゃんもサンリオもキャラが好きでという方はこちらをあの交換してもおすすめかもしれないですね。はい、で最後に僕がおすすめしたいのはですね、交換できるものなら交換したいのが、まあこちらですね、ファスカに変身するキティちゃんですね。はい、こちらがのって言うと思った、光と回復ドロップが少し落ちやすくなる、でウィッチファスカキティに変身、これが20ターンに使えるんですよね。はい、で変身前も L10 持ってるということで、はい、で変身後がですね、はい、消さないドロップバインド覚醒無効を状態を全回復っていうのが4ターンで打てるんですよね。で1ターン内で5コンボ加算っていうので、あとそしてあのこの L 字が圧縮されてるのと L 字攻撃プラスになってるのと十字攻撃プラスになってるので、はい、こちらね、あの十分ファスカとね、あの差別化できるんですよね。はい、ファスカはリダチェンがあるけど、こっちはもう L 字回復が L 字十字があの圧縮されてるのっていうので、はい、そして指がね、僕みたいに指がないとパズルができない方とか、はい、パズル力難民の方には指これついてるっていうのはすごくおすすめなんで、はい、そしてあとね、消せないバインの覚醒無効状態を全回復を4ターンで打てるっていうのはすごくありがたいのと、結構ね、もう消せないとか結構多いんですよね、最近。消せないとかクエストやってると多いので、あとはね、1ターンで5コンボ加算。これがね、コンボ現象が実装されたということで、1ターンだけめちゃくちゃコンボ現象される時とかあるじゃないですか。連続でもあるんですけど、その一ターン内で5コンボ加算っていうので、もうた今んとこ僕が最大のコンボ現象を味わったのが何倍くらいかな、5コンボぐらいかな、ちょうど、はい、それをね相殺できるっていうので、はい、これはね、まあ交換できるならしたい。でこの L 字覚醒、あの L 字でアシスト無効潜在をつけても、そのアシスト無効解除としても役に立ちますし、なおかつ消せないバインの覚醒無効も回復できるということで、僕交換できるもんならしたいですね。で変身前が76なんで、で76のね、あの76リーダーチェンのリーダーとして、最初のリーダーとしても全然ね、変身後のスキルがもう優秀なので、もう回復役と割り切ってしまえば、はい、もう全然ありだと思います。はい、個人的におすすめするのはこれぐらいですかね。はい、そうですね、はいはい、あとは本当に交換の玉によるこれが唯一というか、あのサンリオで差別化できるものかなというのは、ここの男女周回部門でいうと、ハローキティ闇の大魔女ハローキティと周回攻略部門でいうとこちらですね、ノルザキティで、あとはランク上げ、あと育成部門でいうと光の大魔女ハローキティ、はい、であとその攻略部門でいうとこちらですね、アルジェキティ、ここぐらいですかね。はい、こちらは交換しといて損はないのかなと、
サンリオ独特というか、オリジナルの性能をしているので、はい。こちらの2体はね、ありだと思います。そして、光の大魔女キティは、交換をお勧めした理由が、極連を回れるとお伝えしたと思うんですが、お伝えしたと思うんですが、はい、こちらをね、最後にお届けしたいと思います。それではね、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、はい。こちらです。育成枠が、2体まで入れれるんですよね。4体用意できると。で、あとは、この経験値バッジとか、バッジは別に不要です。それで、僕、ちょうどカミラを2体所持してて、2体育成したかったので、はい、今入れてるんですけど、このね、ウィッチサレニキティをするメリットっていうのが、暖房ね、2個持ってるんですよね。で、暖房、4体揃えると暖房が8体、8個になるんですよね。暖房8個や、8から、8か7か6か忘れたんですけど、7個あることによって、この極連のね、周回が、4回、120、極連であげようと思ったら120にするには1体育成するとして、4回、周回しないといけないのを、この暖房で補うことによって、1回短縮できて3回で済むんですよ。これさ、ペン持ってるから、3回で済むんですよね。そこで、とても差別化できるので、しかも高速周回が可能なんで、実際ね、じゃあ周回してみましょうか。はい。本当にスキル打ってずらすだけです。それではね、いきます。今回カミラのね、暖房も込み込みなんで、はい。これスキル使ってね、はい。もうずらすだけですね。もう高速で済むんで、はい。押し込んバッジある、ある方は、押し込んバッジつけてもらってもいいと思います、全然。はいはいはい。すいません、またね、スマホの数値が鳴っちゃいました。ブーン言っちゃいましたけど。はい、こちらですね、はい。ほんまにこれだけなんですよね、はい。これでもう全キャラ対応してるので、はい。で、実はこの、サレネキティなんですけど、変身前をリーダーにすることによって、リーダーにして、この、こちらのサレネキティか、サレネキティを、4体詰め込むことによってかな、列を増し増しにすることによって、極連、極連、何やったっけ、あと1個。そこをね、実質経験値アップリーダー 1.6 倍のリーダーになりつつ、実はその極連何倍とか来た時も周回できるんですよね。はい。だからね、ぜひ、余裕がある方はね、本当に交換して、本当に損はないと思います。完璧を目指したいなら、5体か6体は、交換の玉が必要なんですけど、もう全然十分なんで。あれか、6体か。4体か、4体、ごめんなさい、ごめんなさい。そんな鬼畜なこと言いません、僕。はい。こちらでね、はいはい。結構ね、今、そのね、大人の方、いろいろ、大人の方、学生の方、はい、社会人の方を、学生の方問わず、お時間に余裕がないときにね、パーツをね、スタミナ余らすところももったいないなっていうときに、これも極連だと、これ、ね、一瞬で終わるので、ほんまに。はい。これ、ストック経験値とか、実装された今、このね、ストック経験値にも、溜まりますんで、あとは、そのですね、なんか、毎日、ね、一つのキャラを、レベル120にするんだ、っていう目標を決めてね、それをモチベにね、頑張るっていうのもありだと思いますし、はい。そういった時にね、で、しかもスタミナが、ここは120表紙、ね、消費なんで、はい。まあ、そういう手前にクリアしまいましたわ。はい。ここでね、獲得コインが、60,000,100,000,60,000,400。で、獲得経験値ストックがね、こんだけと、獲得経験値がこんだけですね。はい。これ2体入れても、この、極連だと、カミラだと、はい。107万になりましたね。それではタイム見ていきましょうか。はい、こちらですね。ちょっと前に試したのがバレてる。2分30秒。約2分30秒で。はい、落ち込んだしバッチのとかつけてあげると、もっとね、速度も上がると思うので、はい。本当にね、もうこちらが、もうサンリオね、先ほどあげた、大魔女ハローキティ、闇の大魔女ハローキティ、光の大魔女ハローキティ、ノルザキティ、アルジキティは損はないのかなと思います。あと今後ね、ごめんなさい、お伝えし忘れた。
未来の可能性にかけるなら、あとあのあれかカミラを持ってない方だとかだと、そのこちらがね、あの木の大魔女ハロキティも結構おすすめで、あのマジカルあのスキルが表のスキルが9ターンという割と軽めで、こちらで確認しますわ。あ、漏れへんか。はい、スキブが4の暖房盛りにできるんで、僕そのカミラが2体しかいなくて、あとちょっといじってないのもあるんですけど、はい、スキブ4で、あの上のねこのブレスのこれスキルレベル上げてへんのかだから周回できんかったんか、はい、ブレスのね砲台にもなりやすいっていうので、はい、こちらなんかスキルチェーンガンブリしてるんですけど、あの攻撃プラスにしてあげると結構おすすめですね。はい、ここぐらいですかね。はいはい、こんな感じでした。はい、どうだったでしょうか。あのこういう動画本当に今までやってこなかったんですけど、はい、交換所解説など、個人的に使ってよく使うね、僕がメインとこちらのまあアカウントと、まあ、初代メインアカウントなんですけどね、これ。はい。あとは、無課金の、あの、動画で普段よくやってる、無課金サブアカ柴犬丸っていうので、サブスクや、課金アリア、無課金、両方の視点でね、お話しできること、最後にね、交換所解説させていただきました。もし今後ともね、こういった動画、くださいというか、需要あるよっていう方は、ぜひぜひ、グッドボタンや、チャンネル登録してくださると嬉しいです。はい、それでは今回はね、この辺でおしまいになると、終わりたいと思います。もうね、これだけノンカット、カットなしなんですけど、もう30分くらいずっと喋ってるんで、はい。皆さんもね、何分の動画になってるか分かんないんですけど、皆さんも最後まで見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。それではね、今回のお相手は私、ゆうでございました。で、皆さんも、ハロウィンちゃはサンリオ最終日ぐらいに上げてるかな、この動画。はい。交換所に悩んだ方、ぜひぜひこの動画をね、見返して、何が、自分に足りないのか、サンリオキャラクター、オリジナルのキャラクター、自分なりにご紹介したつもりなので、はい、ぜひぜひ皆さんのお役に立てれば、動画を作った意味あるのかなと思いますし、はい、励みになります。はい、それではね、本当にお別れしましょう。本当にお別れしましょうじゃなくて、今回本当に締めにお開きしたいと思います。それでは、バイバイ。